今日紹介させていただくのは INTJ MBTI タイプ入門職場編からご紹介。 INTJ さんは外向思考を伴った内向直感タイプですと。 INTJ は社会の一般的な評価にとらわれず自分のビジョンを信頼し、独立心が強く独立独行を好み、決断と目的にひたむきであろうとする。複雑な課題に一人で取り組むことに喜びを見出すとありますね。ここのチャンネルでは、はい、比較的この INTJ さんの動画を上げると、うん、ゾワって、うん、真っ黒い長文のメッセージが、はい、メッセージをいただける。ただなんかその INTJ さんもどちらかというとそのコメントでは、うん、行きやすいですっていう感じではないですよね、はい、いやうまくやってますわ、うん、っていう匂いはしないですよね、うんうんうん、行きづらいって言ってる人が多い印象はあります。印象ありますよね、はい、なぜなんでしょうね、うん、わかんないです。僕にはわかんないですけどね。行きづらい人の気持ちがどんなとこで苦しんでいるかが見えるかもしれませんね、はいはい。ではこの INTJ さんの思考の序列としては直感機能から、うん、直感機能がありそれを思考機能すると、はい、思考するよと、うん、組み立てる、うん、でその下に感情感覚とあると、まあ、感覚機能が乏しいとなんかまあ今の問題よりも、はい、想像ですよね。今の問題よりも、うん、なんかそこの今の問題を独自解釈した世界観で、はい、うん、はーってなってるんですかね、うん、まあ、N はそんな感じですよね。わかります、気持ちはわかります、はい、うん、なんでなんだろう、僕 S か N か分かってないんですけど、はい、ではこんな INTJ さんの、組織への貢献の仕方としては論理的に明白な概念や企画を提供する、考えを実行に移すための計画を立てる、目的達成のためにすべての障害を取り除くよう働きかける、組織がどうしたらよいか確固とした考えを持つ、システムが複雑な相互関係から成り立つことを組織や関わる人全員に理解させようとする、うん、ね、はい、ここ読んだ瞬間に、うん、あーってなりますよね。というと、というと、はい、論理的に明白な概念や企画を提供するって書いてあるんですよ、うんうんうん、まあ、もしか僕がその会社のビッグモーターズの、はい、社長だとすると、うん、いらんいらんと決めたことをやれなんですよ、うん、で、考えを実行に移すための計画を立てるって書いてあるんですよ、うん、いいいいと、もう決まってるからこれをやれ、うん、で目的達成のために全ての障害を取り除くよう働きかけるって書いてあるんですよ、うん、取り除かんでいいなんですよ、もう決まってるんだから、うん、で組織がどうしたらよいか確固とした考えを持つ、うん、持たんでいいなんですよ、もう俺の会社だから、うん、俺のビッグモータースだから、うん、でも目標を達成してくれるんですよ、ちょっとでシステムが複雑な相互関係から成り立つことを、はい、うん、組織や関わる人全員に理解させようとするって書いてあるんです、うんうん、いいいい、もう決まってるんだから、うん、俺の会社だから、うん、っていう感じじゃないですかと思ったんですね今。感じじゃないですかっていう感じじゃないですかっていうのは、会社っていうのにがあって、はい、学生たちはみんなこの会社っていうのに入りたいと思って就職活動してそこに行くわけじゃないですか、うん、で同じ思いをした時に、うん、いいいいってされるんだろうなと思ったんですよ、うん、大体わかんないですけどね、大体どこも会社って、うん、組織風土みたいなものがあって、はい、ルールがあって、うんうん、まあ、ある程度自由なところはあるかもしれません、はい、が大体はその数字みたいなものを課せられて、うん、大体こうやってやれっていうマニュアルがあって、うん、周りの人はこうやってやってるよ、うん、やれって言われるわけじゃないですか、うん、でいやなんかこうやってやった方がとか、うん、もういいいいってなるんだろうなと思ったんですよ。わかんないですよ、僕の経験ではあんまりないです。ないですか。僕は1回目に入ったところが電話部隊だったので、成績じゃないですか、はい、あで僕が入ったのは電話部隊で、はい、電話帳をボンって渡されて、うん、上からかけろなんですよ、うんうん、でこれで考えるじゃないですか、はい、考えてる暇があったらかけろなんですよ、うん、
ていうとこで育ったので、うん、いやこの脳ガキを垂れられるとね、うん、いやいやってされるんだろうなと思って、はい、だと生きづらいだろうなと思ったんですよ、うん、結果じゃないですかって僕は脳ガキ垂れて、はい、結果が出せればほら見ろって言えるわけじゃないですか。であればその強さがあれば、はい、言えるんだと思います、はい、うん、その強さもしかしたら強さというか結果ですよね。後者に出てくる ENTJ さんとかは、はい、そうやってやってるかもしれません。結果を出せる、出してる出してる、はい、あもしくは、まあ、INTJ でも別に入る企業によっては全然結果が出せるかどうかじゃないですかって僕は多分言ってるんですよ。あ、言ってることは分かります、はいはい、が出てないっていう人が多くて、で結果が出てないから、はい、そんなのいいからって言われるわけじゃないですかっていうのは、まあ、だって結果が出てないんだ。別のタイプでも言われますけどね、はい、出てないと。多分どのタイプでもそうじゃないですか。言われますね、はい、ENTJ でも言われますね、はい、ルール通りやってて結果が出なくても言われるじゃないですか。ルール通りでも、まあ、言い訳としては、はい、もっと考えろとか言われるわけじゃないですか。あ、それ言われる、言われるね、はい、言われるねそれ、はい、っていうのが、はい、今なんかこれを読みながらね、うん、なんかこの会社でのやり取りがパッて目の前に浮かんでですね、はいはい、うん、苦しいだろうなと思って、うん、3年頑張らなくていいんだよって思いながら読んでました、うんうんうん、そんなリーダーシップスタイルと書いてあるので、うん、まあ、INTJ さんがリーダーシップ取れるならそれはそれで幸せですよね、はい、リーダーまでいければ、うん、そんな INTJ さんのリーダーシップスタイルは自分や他者を組織の目標を遂げられるように駆り立てると。考えをまとめたり新しいアイデアを出すことに関して明確に力強く主張する。自分と他者に対して強靭な態度をとる。新しい枠組みを考え企画し組み立てる。必要があれば周囲に冷酷に移ろうともシステム全体を作り直すという強さはありますよね、うん、だからいいって言われた時にいいってどういうことですかってずっと食ってかかるみたいな、うわめんどくせえってタイプなんじゃないですか。どうしって僕は思いましたけどね、はい、いいってどういうことですか、もうちょっと分かいいじゃ分かりませんみたいな、もう分からないならいいって言われるでしょうね。うん、それいいってどういうことですかってこう立場逆転していく感じじゃないですか。黙れで終わるんでしょうね。はい、はい、でこっちはツイッターで、はい、無能な上司がみたいな、はいはい、F って呼ばれるんでしょうね。お前の F はフーリッシュの F だよみたいな、うん、すいません、まあ、それを強要するからですよね。説明を求めるからですよね。説明をこれから論理的にこうやってやった方が絶対いいと思うんですけどって言ったらそんなのいいってするから言われるんじゃないですか。これ今僕に言ってるわけじゃないですよね、はい、この空想の世界の出来事に対して言ってますよね、はいはい、まあ、そんなのいいって言われ方は多分僕でもカチンとくるわけじゃないですか。逆に自分でもカチンときますよね、はいはい、うん、とね、やり方が決まってるとするじゃないですか、うんうん、でそのやり方に意を反してると想定すると、はい、僕は多分初めにんと思ってもすっごいなんかくだらないことやってたとするじゃないですか。はい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 、なんか仕事のための仕事を日本人はよくしてるとか言って、はいはい、ことをまあ日本なんとなくのニュアンスはつかめます、はいはい、だから実質の仕事を日本人はしてないみたいな話です、はい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 、ルールがあってこれの通りにやらなきゃいけないからそれの段取りをしてみたいな、イラッとするでしょうね、はいはい、でなんかくだらないことをしてるっていう時にこれもうちょっとこういう風にした方が早くなるんじゃないですかって言った時にそんなのはいいみたいな言われ方をするとイラッとし、いや僕もするだろうなそれは、はい、だからまあ言い方もあると思うんですよ。でも僕多分いいって言われたら、うん、あいいんですねって、うん、じゃあそれやりますって多分、うんうん、オフでそれはみんなするのか、オフ、心のオフは、それはまあある程度みんなするとは思うんですけどね。でもこのタイプはしなさそうな説明でしたけどね。しなさそうでしたね、はい、必要があれば周囲に冷酷に移ろうとも、うんうん、システム全体を作り直すって、うん、あ他の人をみんなアンケートを取ったりするんじゃないですか。あ、うっとうしい。なるほど、他の人に、他の上司に、あーなるほど、くったらないことやってるんですよみたいな。なるほど。でもまあ今こうやって話してて、はい、多そうですよね。
どういうことですか？そういうのって多そうっていうと、ツイッターとか見てると、うんうん、なんかそんな愚痴に溢れてません？あ、ツイッターとかは、まあ、言えないからですよね。ツイッターに愚痴るんじゃないですか。なるほど。か、まあ、本当になんか世間を動かして戦おうとしてる。どうなんでしょうね、炎上させて、あ、はいはい、話題にニュースとか載せて。そんな INTJ さんのランニングスタイルは、個人的な内省を通じて自分の興味関心のある分野をより深めると。理論的なことや思索的な概念を通じて全体像を見出してから学ぶことを好むと。あ、やっぱりこの人たちもあの思考ピープルなので、はい、筋道、はい、で全体像を、うん、作っておきたいんですね多分。まあ、N だからじゃないですか、全体像。 S は問題だけでいい。S は問題解決ですよね。ここの問題だけでいい、全体像じゃなくて、うん、目の前の問題をどんどん解決すれば全て解決するんですよ多分ね、はい、全とかでは多分そっち、はいはい、というこの、まあ、INTJ さんの課題解決のアプローチ方法は、自分の内に生じたビジョンを反映させた戦略やシステムおよび構造を構築し、これが N、 確固たる客観性を用いて解決しようとする。より良い解決に導くためには、他者の考えを自分の決定に反映させたり、自分のビジョンを実現化するのに必要な詳細を検討する。これが S、 必要があるよと。 N の人のビジョンっていうのは、はい、パッて思い浮かぶもの、まあ、自分の想像ですよね、を、うん、T で肉付けしていく、はい、客観性だと。客観性だから、まあ分かってない、まあ、これってこういうふうにやるといいんですよっていうのが本当にそうかどうかはいまいち分からないみたいなところじゃないですか、周りの人からすると分からないです。 S はエビデンス重視だったりするわけじゃないですか。あ、もう結構なので数字が出てます。数字が出てる、前回こうやったらこれだけの数字が出た、はい、それを覆すには、それを覆すデータが欲しいみたいな話じゃないですか、はい、それを多分僕の考えではとか言ってくるわけですよね、はい、エビデンスとかはないんですよ。自分の仮説で絵図こういう風の人なんで絶対こういう感じの方がいいとかって思うわけじゃないですか、 50% の割合でね、はい、はい、でそれをもとにこう理論を組み立てて仕組みとか作って、こういう風にやった方がいいと思うんですけどって来た時に、 S の人はそんなこと言っても前回こういうデータがあるんだよってっていう風にぶつかるんじゃないかなっていう。なるほど、うん、で INTJ さんが好む職場環境は、長期的なビジョンを実行することに重きが置かれ、明確な結果をもたらすようなチャレンジ精神が求められる、うん、自律的に動くことが奨励され、内省できる空間が、担保されている、効率的であると、有能でかつ生産性の高い人たちで構成されている、自分の基準が明確であることが奨励される、新しいアイデアや考えを生み出す機会、チャンスがある、深く考える、熟考することや課題遂行に重きが置かれている。日本では苦しそうですね。なんかまあ、でも優秀なんで、はい、優秀さが認められればいいんじゃないですか。でも優秀だと、うん、やっぱなんか鼻につくじゃないですか。鼻につくと思う人もいるわけじゃないですか、うん、だからうまいことをやっていく必要があるって話ですよね、はい、でまたこの人たちは本当に鼻にかけてないかって、鼻に鼻にかけてるつもりはないんじゃないですか。本当ですかそれは。うん、鼻にかけるって僕もよくわかんないですもんね。俺って優秀だぞって、それっていい外交型じゃないですか。そうかもしれないですね、はいはい、こんな INTJ さんにも弱点があったんですね、はい、考えられる弱み、妥協的すぎると他者が近づきたくなく踏み込めないような印象を与えることがある、うん、要は非妥協的すぎる、うん、相手がこの人が、うん、INTJ さんが非妥協非妥協妥協しない妥協しない、うんうんうん、
ていう姿勢すぎて、うん、あ無理無理話しかけづらい、まあ、めんどくさいとか、うん、っていう印象を与えることがある、うんうん、なんか喋るとバーって喋り出すとか、うんうんうん、あ分かった分かった OK、うん、もういいよ、うん、いいよっていうか分かった分かった、うん、黙ってっていうかしかないみたいな多分なそっとこう外されてるみたいな話じゃないですか印象はあるんですけどね、はい、あまた行ってらーって、うん、なんか面と向かってそうやってなんか言うとバッて帰ってきそうじゃないですかそれは正しくない的なことが、はい、だからそっと外しちゃうみたいなメンバーからそっと外してるみたいなあいつ来ると面倒くせえからさってそんな感じですよね、はい、自分の考えに長くこだわりすぎると他者も自分と同じ考えをするものだと思い込んでしまう節があると、うん、これやっぱ N なんですかねこのずっと自分が考えてることって、はい、みんなもそうだよねってなりがち僕すごいわかると思って、うんあと実用的でないアイデアを捨てされないことがあると、うん、自分の考えや方法が他者に強い攻撃を与えることがあるっていうことに気づかないことがある、うん、いや僕が鼻にかけてるって言ったのはこのことで、うんうん、多分この人は何もつもりはないんでしょうけども、うん、バーって言ってる中に、うんうん、今なんかちょっとディスったよねってあまあちょっとそれくだらなくないですかみたいなああっていうすっごい無駄なことやってませんかこれみたいなこと言うんじゃないですかこととかねはいあ今までの僕無駄なんだみたいな、うんうん、それ言い切れますかって、うん、いう話になるわけじゃないですか、はいはいはい、結局は行動っていうよ村上春樹さんもさっき言ってたよって、うんうん、20年マラソンしたけどさって、うん、あれ無駄なんですかみたいな、うん、のってあるわけじゃないですか、はい、っていうのが考えられる弱みだっておっしゃってます、うんはい、公式本が、うん、でも多分本当そうですよね、うん、人間社会ってやっぱりこのいくつものタイプがあって、はい、いくつもの考え方があって、うん、序列があって、うん職業に規制はないんですけど、うん、きついですよね、はい、という INTJ さんへの成長のヒントとしては、個人的な考えややり方について他者からの提案や意見を自分から求め、うん、それを重要なこととして耳を傾け、考慮する、うん、僕の話も聞けってことですよ、うんうんうん、そうですよ多分何は下向きながら言いました今そういうことですよなんで今止まりました一回いや多分僕もそうやってなるわけじゃないですかなりますよ多分うんで僕は僕で多分こうエビデンス持ってこいとか言うんですよもう僕の考えはいいからデータ持ってこいみたいなこと言うんですよなるほど、はい、村上春樹さんが言ってたはデータになりますか村上春樹さんもデータにはならないかもしれないですね、はい、残念じゃあ残念、うんで自分の戦略的な考えを早期の段階から他者と分かち合い関わらせると、うん、自分の考えを支持するデータが見出せないときは現実と向き合い現実を受け入れる他者の貢献について奨励したり適切に認識しているかどうか確かめる、まあ、さっきやっぱ隊長が言った、はい、なんかそれは無駄なこととか、うんうんうん、くだらないって、はいいうね、うんうん、いや僕そのこと思ってないですよ鼻にかけてないです、うん、頭いいですけど、うん、頭いいですけどは多分やらないですよ多分自然にそんなくだらないことはしたくないみたいなこと言うんじゃないですかなるほどこれでまた INTJ さんと盛り上がることができればいいななんて思ってます、はい、どしどしまた僕に対して、はい、おかしいぞとか何か鼻にかけてないよって、はい、っていう文章から僕は見つけますけどねこれ僕のことディスってますよって、うん、これディスりの要素ですよってっていうのができればいいな、は